越しやすおっきに、どうぞお入りやしてくれやす。むつむやさんのお座敷です。鴨川沿いにあります。外を見てみたいと思います。前には鴨川が流れていて、少し向こうには四条大橋があります。今は見えませんが、十五夜お月様がすごく綺麗に見えるそうです。鍋の実とは違って、こう皮が、そうです、皮を食べる感じ。なるほど、森の厚みが出るというね。で、まあ、お料理厚みが出るのも、迫力は出てくるんですけども、はい、なるほど、美味しそうです。でその場合ちょっと手元がやっぱり、はい、じゃあ手元テッサー試食します。ちょっと理解がなかったですね。そうです。いただきます。はい、どうでしょうか。私もではいただきたいと思います。これは見せて、うん、もらってもでもよろしいし、はい、別々でも、もう食べ方は自由なんです。わかりました。自由にいただきます。むつむやさんのポン酢で、はいはい、いただきます。おいしいです。やっぱりむつはいいですね。むつむやさんのお庭に出てきました。大橋です。前には鴨川が流れています。清水寺もうっすら見え、やっぱり京都っていいですよね。お気にお越しやす。どうぞお入りやす。